端から端までください。マジでやる。絶対使うの。マジで使うの。学校中の問題になっちゃいました。それはマジで本目捨ててるわ。え、本当に言ってんの。え、服おしゃれ極める。アーバンリゾートの地だ。エビアさあ、ラエイエイ。さあ、始まりました本目ボーイズ Vlog チャンネルへようこそ。私、司会の星と申します。そして、お隣にはブルです。ヘイです。本目 Vlog ということで、僕たち本目に住んで本目の紹介が全くされてないというご意見をね、まあ、めちゃくちゃいただいてますから、僕たちがよく行ってるところだったりとか、まあ、結構本目で有名なところをですね、今回ご紹介させていただければなと思います。それでは行ってみましょう。我が母校私が来た。私が来た。横浜市立本目小学校でございます。もう今こういうの食べれない。食べれない。こういうの食べてたな。お花のやつ吸ってなかった。チューチュー。うわ、やってたわ。懐かしくね。おつるが6年間過ごした小学校。はい、過ごしました。どうでしたか。ここをね、通るとね、陽キャがね、グランドにね、いるんですよ、朝から。あ、そうなの。おつるは陽キャだったの。俺はもう、こう、まっすぐ完全に陰キャですね。うわーってやったらめっちゃおもろいこのうち全部背中だけど。俺めっちゃ絡まれてる。落合第一小学校で。落合第一どこだよ。落ち一俺の小学校。じゃあおつら本当生粋の本目だね。本目小、本目中、本目高校。本目高校、本目大学まで。すごいね。中途半端に終わったら。じゃあ行きましょうか。はい、よし。本目ヘイ散歩。ルールル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 ル。ここってディズニーストアの1号店の近くなんじゃないですか。そうなんですよ。なんと日本で最初のディズニーストア。ディズニーストア1号店ですよ。日本でだから。俺がさ、僕が小学生だったらさ、うん、何賞なんだ。俺大鳥賞。あの大鳥賞。どうした、出ちゃった。言うなって、言うなって。ピーや。言うなって。言うの家はめっちゃ言うじゃん。もうじゃん、もうじゃん。あのはもうじゃん、もうじゃん。絶対使うんだよ。マジで使うんだよ。本目のイオン、前はサティですから。マイカルじゃない。そう、もうそれがね、本目の全盛期だよね。最初にマイカルができた時の広告の売り文句がアーバンリゾートの地だから、ね、どこがやん。どこがリゾート地やん。アーバンリゾートへようこそだと。今なんだろう。ようこそゴーストタウンへ。絶対言うと思ったわ。あー、もうちょいでブーンです。てか俺ムーンまで人生で一回も入ったことないわ。マジ。飯のところってこと。うん、全部。それはマジで本目捨ててるわ。え、本当に言ってんの。違う。え、やばい。俺だってこれムーンだもん。さあ、やってきましたムーンアイズでございまーす。持ってこいってムーンだもん。さあ、ということでムーンアイズに行ってきましたね。よいしょ。人生初ムーンだったけどめっちゃあったわ。マジで俺金あったので全部買う。端から端までください。マジでやる。揃いのね、ステッカーを買いましたよ。携帯のステッカー。本目はね、おしゃれなカフェがいっぱいあるよ。カフェに行ってみましょう。行ってみよう。行ってみ。この後ろがね、山頂公園といって本目にあるジャングルでございます。自慢だ。自慢。本目の自慢だ。おつるがやってた遊び。はい、これです。いや、もうゴリラや。あ、あの日ここに乗ってさ、誰が最後まで落ちないでいられるかみたい。これ映れる。こっちに足グリーンくよ。100キロどころじゃない。大事故映像。骨出てるみたいな。Vlog で骨出ました。タイトル、やばいやばい。ここまでサムネに命かけらんねえよ。今回のタイトル決まったな。本目ペイ散歩。ルールルルルルルル。ここはペイの母校ですね。そうなんですよ。思い出はありますか。もうちょっと先行ったところにね、思い出深い場所があるんですよ。仲の良かった友達たちと中休みの間に、その友達が持ってきた爆竹を地面に叩きつけて学校中の問題になっちゃいましたね。ここです。ここなんですよ。
まさにここが現場。現場？現場。爆竹現場。爆竹現場。とんでもないっちゃ悪そうだよ、もうこの感じ。そこで。だって俺はその、どういうのか知らなかったから、爆竹面白いよっていう、その、ただそれだけの一言に、俺は楽しさを覚えて投げちゃったから。あ、じゃあペイが一発目でやったんってこと？そう。はめられたってこと？はめられたっていうか、なんかその、みんなびっくりしてた。本木のシャレコーヒーへ向かう。アンダーブラックコーヒーさんのコーヒーめっちゃ可愛くない？これ乾杯。いただきます。いただきます。店内がおしゃれやなんや。店内がシャレとる。おお、かっこいいよ。アンダーブラックコーヒー。あれ、これはイケメン動画ですか？おお、イケメン動画ですか？朝食がうめえのよ、フレンチトーストが。朝食に来て。それはシャレてるよな。俺結構おしゃれ極めてるよ、食事も含めて。服おしゃれ極めるよ。これ見たことあるなってなるよ。これ見たことある。それだってユニフォームぐらいのレベルでしょ。あの方いらっしゃいました。週4でしたもんね。茶色のパーカー来ました。入ります。そろそろ向かうか。山手行こうか。我らが山手行きに。コッシーがよく行く美容院があるらしいです。いやでもマジでおすすめ。一回行ってみなよ。俺は行きつけある。これもじゃあおじくん今の店員の。そう、超おしゃれじゃん。渋谷ですから彼ら。さすがエリーツ。ほぼ YouTube 始めてるから。ぜひコラボお願いします。見たい見たい。見ます。エリーさん見ます。奥コビを売りまくる男。エリーさんマジでコラボしてください。コッシー御用達の。御用達誰も使えろ。さあということでお疲れ様でした。いやマジで楽しかったね。今回本木ちょっと地元ご紹介させていただいたんですけども、はい、その他にも今回ちょっといろいろね、うん、もうちょっと紹介したいなとかあったんだけど、本当にいいとこいっぱいあります。ちょっと時間の関係でね、あの閉まってたりとかしたので、またちょっとねこんな動画撮れたらいいなと思ってます、うん、それじゃあ今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。